夜型人間は不健康になる科学的根拠とは？夜型人間とは、深夜に眠くなり、朝起きるのが苦手な人のことを指します。最近の研究によると、夜型人間は不健康になる可能性が高いとされています。一つの理由は、夜型人間は朝型人間に比べて睡眠不足に陥りやすいことです。この睡眠不足は、肥満、糖尿病、心臓病、認知症などの健康問題につながることが分かっています。また、夜型人間は夜更かしをすることで、メラトニンという睡眠ホルモンの分泌が遅れることがあります。このメラトニンの乱れは、うつ病や不安症状を引き起こすことがあるとされています。以上のような理由から、夜型人間は健康面で十分な注意が必要です。夜型人間は、可能な限り明るい環境で過ごすよう心がけること、規則正しい睡眠スケジュールを守ることが重要です。健康を維持するためには、睡眠についての正しい知識を身につけ、生活習慣を見直すことが必要です。